市、あと2キロほどで道の駅、赤牛丼、赤牛の料理ですね。まあとにかくこっちは、まあもとや九州来たら大分だろうが、あの鹿児島だろうが、とにかくね、鶏の唐揚げ、まあみんな好きなんだね、鶏の唐揚げ。そればっかり食べてるっては言わんけど、どこにでも売ってるね、大量に。そしてこう通ってる道に、はい、あの唐揚げ屋さんの店が珍しくなくあるんですね。そのまま食べればね、上質なタンパク質ですよ。胸肉にしたって桃だって揚げちゃったら美味しさは何倍にもなるけどね。これ脂質がどんだけあるかね、油含んでね。でもね、うまいんだね、油で揚げたものは。何でも気になってめったに食べないけど、およそ300メートル先左方向です。毎日食べとったら間違いなく病気になりますね。こっから入れるってことで私知らんかった。まもなく左方向です。その先目的地付近です。そしてね、道の駅ね、まあ、ここはなんか施設のあれですけど、そのお客さんの駐車場上ですね、これ過ぎたらこの道の駅の駐車場だけど、これこれこれびっちり隙間ない、私は入り込めないってがっかりしなくてよくてね。目的地に到着しました。ウートガイドを終了します。こっちここモンベル、こっちに駐車場があってですね、何歩でも止まれるんですよ。ただね、すごいな。これ左方向、この先レベル3パトカー追尾式取締エリアです。行ってみたらどうなんだろう。この田んぼが駐車場ですよ。場になったら閉めますとか冷たいことは言わないみたいですね。これ正面阿蘇の山々です。人だ。ねえ、知ってるだろう。